いい感じいい感じ。ここでの眺望にもだいぶ慣れてきたかな。基本的なものなら用意できるって確認できたし、これなら問題なくやっていけそう。こうしてみるとマリーさんって本当に何でも作れますよね。偏りが少ないと言いますか。昔からいろんなことを試してきましたからね。その経験が大きいのかも。依頼ってたくさんの種類があるから、その分いろいろなことに対応できないとダメなんです。毎回毎回調べたり考えたりするうちに調合できるものが増えていったんですよ。なるほど。実際にアトリエを営む中で知識が身についたんですね。多分そうだと思います。それに私一人だけの力じゃありません。そもそも新しい道具を調合するきっかけをくれたのは依頼してくれたたくさんの人だと思うんです。エリーと一緒に働く中でも多くの発見があったし、私一人じゃここまでやってこられませんでした。みんながいてくれたからこそ今の私があるんです。それに座学がすごく苦手だったから、勉強のつもりで本とか読んでも全然頭に入らなくて。おや、そうなのですか。今のマリーさんからは想像がつきませんね。うちのアカデミーで過去最低成績を叩き出すくらい苦手だったんですよ。そんなにですか。あんまりにもひどかったからアトリエを経営しながら勉強することになったんです。けどそれでようやくわかったんです。錬金術は人の生活の役に立つためにあるものなんだから、使う人のことを考えて調合したりレシピを作るべきなんだって。それからはどんどん錬金術に夢中になって、少しずつできることが増えていったんです。なるほど、そういうものなんですね。まあまだ偉そうなこと言える立場じゃないんですけど、それでも私は誰かのために仕事するのって好きだから、錬金術師になってよかったと思ってます。こうしていろんな場所を旅して回ってたくさんの人と話せるきっかけにもなりますしね。錬金術が使えない私からすれば羨ましい限りですね。マリーさん、これからもよろしくお願いしますね。もちろんですよ。こちらこそよろしくお願いしますね、ネルケさん。
発しましょう。迅速な行動が大事でさ。調合の材料を見つけたよ。帰ったら試してみよう。ああ、疲れやした。全力で行きやすせ。これならどう？問題ないよね。マリーさん、もし爆弾を使う場合は周りを見てからにしてくださいね。分かってますよ。あの時はたまたまです。取っておきましょう。何か使えるものがあるといいのだけれど。敵がいるよ。いろいろと試してみたいな。エディさんは本当に探求心の強い方ですね。うん、これも使えそう。ネルケさん、指示をよろしくお願いしますね。そうですね。